私、だから。人の気も知らないで。え？あんたさえいなければ。あんたさえいなければ、こんな思いをし、ねえ、どうす、立派な流派があるんでしょ？あんたが入部してきたせい。その辺にしとけ。相沢、さすがに言い過ぎだ。少なくとも先輩が後輩に言っていい言葉じゃねえだろ。ったく。ま、なんとなく気持ちはわからないでもねえが。異界の迷宮ってやつかよ。ソラ、いねえのか。畜生。時坂君。ヒイラギ。呆れた。どうしてあなたがここにいるの。あれほど関わるなって忠告したでしょ。関わりたくて関わったんじゃねえっての。ってそんなことを言ってる場合じゃねえんだ。このままじゃソラが。どうやらイクリプスの現場に出くわしたみたいね。落ち着いて詳しい状況を聞かせてちょうだい。ああ。なるほどね。最低限の状況は分かったわ。とにかくあなたはここで引き返しなさい。生島さんだったわね。その子は私が助け出すから。断る。巻き込まれたのは俺の後輩だ。黙って見てられるわけねえだろうが。仕方がないわね。あなた、ソウルデバイスをもう一度出現させることはできるの？え？そういや、あの時は無我夢中でいつの間にか出てきたような。だろうと思った。なんだ、見覚えのねえアプリが。ソウルデバイスの保存と展開を司るアプリよ。敵各社が一度権限させた力を自在に展開できる。こんな風にね。いでよ、エクセリオンハーツ。ここで時間をロスするのは避けたいわ。今一度あなたの協力を認めましょう。そりゃどうも。レイジングギア。そうと決まればとっとと行くぞ。ええ、せいぜい足を引っ張らないようにね。